うゆつでー。うゆつでー。さて子供がもうやってくれないから自分でするわ。ゲームの編集しかしてなかったので、オープニング見たことなかったのでお付き合いください。利用したくても Wi-Fi 入らんねん。変更できても Wi-Fi 入らんから意味ないねん。これでいいんかな？何もわかってないんだね。スイッチはあつ森しかしてないもん。あとはウィーの頃にマリオカートと太鼓の達人。やってたけど長男に抜かされてすねてやめた。デデデって味方だったのね。ディスカバリーは操られてただけだったらしいが、詳しくは知らないんだよね。漫画でずっとカービィにいじめられてるからな。これがマコロアの船か。今気づいたけど壊れていってるのか。見たんでしょ。実はお昼に仕事終わって帰ってきたところだから、お腹空いて何か探してたところかな。こういう出会いなのね。何の音？メロンパンかじってます。昨日末っ子がくれた。微妙だから焼いた方がいいかもしれん。微妙って。サクサクしてないねん、しっとり。だからトースターでチンするわ。焼きメロンパン。あ、このパーツ見たことあるわ。これを集めてたのね。まだ嫌なやつって感じはないね。この映像も初めて見る。マコロアと一緒に冒険しよう。オートの見込みってなんだ？あんた超絶下手くそなんだから助けてもらいなよ。その方が時間もかからんか。早速何かくれる模様。2倍になった。よかったじゃん。1倍じゃすぐにゲームオーバーだよ。否定できないのが悔しくない。ここは子供の病院で待ってる間にやらせてもらったから多分大丈夫。2倍速にしてるのでそんなにお見苦しくもないはず。これなんでカービィのプレイが苦手かというと、マリオしかやってない人間からするとBはいいダッシュなんですよ。それな。あとダッシュの方法がわからず今末っ子に教えてもらいました。吸い込むというのにも未だになれない。ディスカバリーで愛用してたかったー。下手なので長距離武器好き。あんなにかわいそうだと言っていたワドルビを遠慮なくやっつけていく。しょうがないじゃないか。これ2回素早くスティックを倒さないとダメなんだってね。今見たらちゃんと解説してくれてたわ。しっかり見とけ。これは？コバ？コバは知ってるんだぜドヤ顔。えらい慎重な。お前は誰だ？ファイヤーだ。ファイヤーいるのかな？ソードもいるのかな？一回やったんでしょ？編集もしたんでしょ？覚えてない。やっつけれたぞドヤ顔。この程度でドヤるほど下手なんですこの人。証明されましたね。これ敵はどうやったらいいんですか？ぶ。鍵よさらばだ。初スピアゲットだぜ。これマリオみたいにジャンプで壊せやんの？いける模様。この方が早いね。早いかねえ。別能力捨てないとダメなの？拒否。拒否ってたら進まんやん。あーなんというラッキー。呆れた。遠距離武器必須。ふっふ。最初よりだいぶマシだから嬉しい。どれだけ下手やってん。これ下になんかある？おい無視してんじゃねえよ。過去の自分に怒るんじゃないよ。さてさて。お楽しみの時間だ。吸い込むには？よし私冷静。ふふ楽しみだ。ワド。カッターの子。飛んでる子。名札お願いします。おっこれ珍しい？ミスド食べたい。アナザーディメーション。デスマスク？ジェミニ？アースピアローバー出てくるところね。真ん中に行かなくて言われて言ってない。難しいからと言われました。私には無理ってか？これ壁迫ってきてる？やって。追いかけていくやつ？
D ダッシュわからずハマる。急げ急げ。ちょ、これどうするのよ。なんか上行ったからいけるかも。何かせこくね。ファイアとソードか。どっちも近距離。当たる起点。ソードは少し使い方覚えたからこっちで行こう。どうやってこの技出した？適当かよ。待ち伏せ作戦。なんだ余裕じゃないか。2倍速だからスムーズに見えるだけ。